バイク女子チャンネル。わあすごい、見て。三保峠ぐるっとパノラマ展望台に着きますよ。すごい、もうこの間はほんと霧で何にも見えなかったから嬉しいわ。おお、しかもなんか木があるからあんま低いところが見えなくてそんなに怖くないんだけど。おお、わーすごい、綺麗。あ、ついた、ついた。わ、めっちゃバイクおるやないですか。バイクだらけだよ。岩があるんだけど、向こうが上なんだね。こう行くともっとすごいのかな。うわー、おー、見て、ここを走って、この前だもこの辺霧で、いやー、これはなんか来た甲斐があったって感じで、すごい嬉しい。登りだったんだけど、ほんと真っ白で、あんなところに湖があるなんて全然何も見えなかった。すごい、これはね、来るね、皆さん、これは来るよ。すごいよ、すごい、最高。何回来てもいいぞ。なんかまだまだ全然さ、観光地とかも行ってないしさ、楽しめるところがいっぱい残ってるから、ほんと見るところがたくさんある。北海道、さすがでっかい道だけあって。でもね、道はめっちゃボロボロだから、結構危ない、注意していかないと。コーナーとか今のところもやばい。あれ、スピード出していったらタイヤギュッて取られて倒れたりするかもしれないあー気持ちいい、なんて最高なんだ、これは最高のツーリングだちょっと白樺とかでね、見えないんだけど、見えなくてもなんかすごいものがこっち側にあるっていうのがすごいわかる。すごい、大自然だぜ。おー、大自然だぜ、最高。あー、いやー、来てみるもんですね、今年も。本当よかった。あー、森林浴マイナスイオンだ。日々の嫌なことを全てこの森に置いていく。ビュッビュッビュッ森が迷惑やっちゃう山火事起こるっちゅう、最高のシーズンだな。でっかいのがいっぱい来てる、もうやだ。ふと見るとさ、後ろにバイクがさ、いっぱいいるんだよね。もうやだ、マス通してるみたいになってる。みんな早く行きたいんだな。そんな早く行ってもしょうがないのに、人生、人生ゆったり走った方がいいですね。
バイ。さてさて、そろそろ温泉に着くのではないでしょうか。バイバイ。ここにガソリンスタンドがあったんだな昔。ここを左にしていきます。こっち誰も曲がんなかったな。あと 1.2 キロ。カヌー、カヌーとかいいね。カヌーいいね、あの広いところで。すごい乗りたいな。いやドキドキしてきた。本当にあるのかな、っていうか入れるのかな、人いるかな。怖い、なんかあドキドキしてきたぞ。 500m 先目的地だって。さあどんなところなんだ。コテアン温泉露天風呂。あ、目的地って言ってるんだけど、あこっちって書いてある。露天風呂こっちって書いてある。よいしょ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 。こっちでさらにさらにさらにそこかな。共同浴場は右か。露天風呂こっち。わわ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 。こっちかな。着きました。ちょっとこっちでいいのかな。多分いいんだと思うんだけど。おすごい、人入ってるね。ちょっとやばー、行ってみよう。湖がキラキラしてて綺麗だった。はい、コタン温泉アウトドアパブリックバス。この車を見るに先客は一台っぽいです。これです。めっちゃアウトドアすごい。なんか男性が一人だけ入ってたみたいで誰もいなくなった。あれ、てか更衣室の入る場所がわからないんだけど、どこなんだろう。すごいよこれ。うわー、やばいんだけど、なんか中にめっちゃめっちゃ虫が大量なんだけど、やばい。こういう景色がね。ねえ、なかなか。みんなね、アタンクと同じように全部ホテルで囲って、箱根の足のこと、北海道の湖の一緒の景色。うん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 。みんな一緒にしちゃう。こっちの方がぬるいのかな。ぬるい方から。うん、あ、はい、ぬるい方から。あー気持ちいい。この辺ちょうどいいぐらい、うん、今ここの管理人さんとめっちゃ話をしてしまったなんかいい感じのおじいちゃんでした。50年前に奥さんに惚れてこっちに来たそうで。こういうのがね、旅っていいですよね。本当出会いとかっていろんな人の話が聞けて。